私の投票で、すべてが決まる。決まってしまう。やりましたね、サラちゃん。ナオさん？覚えていますか？身代わりの勝利条件。決戦投票で、同率1位でも、勝利なんです。今、ソウさんが3票、カンナちゃんが3票。そして、身代わりの私は2票分、自分に投票ができます。サラちゃんが私に投票してくれれば、全員3票、同率1位で勝利できるんです。なんだと？二人で、お家に帰りましょう。サラちゃん。サラ姉ちゃん、しないよね、そんなこと。投票する人を選んでください。おはぴよどうも、ひなぴよです。それでは本日も、君が死ね多数決デスゲーム続きやっていこうと思うんですけれども、2章のね、レコさん生存ルートの、エンディング分岐を見ていこうと思いますので、まずは、多分大きく分岐するのは、ソウさんとカンナちゃんに入れるところだと思うんですけど、バッドエンドになるであろうナオちゃんに、ちょっと投票していこうかなと思います、最初にね。ナオちゃん、一緒に脱出しようか。はい。投票の受付を完了しました。集計結果を発表します。いや、3票ずつで綺麗ですね。すべて3票、3票、3票と。あら、これは同率1位ってどうなっちゃうのかな？あれ、この中に身代わりっていたっけか？うん、こんな茶番はいらないですね。ありがとうございます。サラちゃん。そんな裏切ったな、サラ姉ちゃん。嘘せよ。お前さんが、そんな。どうしてだよ、サラ！私たちは、仲間じゃん！これが、現実だよ、刑事さん。強い人は言うんだ。私たちは味方だ。怯えるな、信じろってね。そして最後は裏切られる！強い奴の都合で、強い奴の気分で、弱い奴は死んでいくんだ！弱い奴が常に持つ不安ってものが、少しは分かったかい？ごめん、みんな。ごめんなさい。もう、私は疲れてしまった。死にたくないんだ。帰りたかったんだ。こんなデスゲームもうしたくないんだ。たとえみんなの命を犠牲にしてでも。だからさようなら。目の前に赤が広がっていく。救いなんてない。ハンナキーは泣きながら一人一人丁寧に処刑を実行していった。苦しみもがき発するみんなの声を私は聞かなかった。聞けるわけがない。刑事さん、銀、カンナ、ソウさん、キュー太郎さん、レコさん、ごめんなさい、ごめんなさい。サラちゃん。
泣かないで。サラちゃん。これからは、ずっと私がついています。帰ったら、美味しいご飯を作ります。ぐっすり寝て、朝日を浴びて、お散歩に行きましょう。みんなの分まで、幸せに行きましょう。大丈夫。十字架は、私が背負うから。サラちゃんは悪くない。サラちゃんは悪くない。サラちゃんは悪くない。サラちゃんは、悪くないよ。エンド一、皆殺し。あれ、私皆殺しルートって言ったよな。マジでまんまエンドの名前だった。ああ、こんなエンディング、見たくなかったけど見たかったけど見たくなかったけど見たかった。くぅ。これは、悪い夢です。悪い夢なんですよ。さあ、次のルート行きましょうかね。っていうかね、次のルートに行く前に一個言っときたいの。前回さ、めちゃめちゃいい希望ルートって感じだったじゃん。もう私すごい心救われたんだけどさ、あのソウさんのおかげでね。なんだけどさ、ということはカンナちゃんを選んだら、絶望しちゃうんじゃないって思うんだけど、どうなんでしょうね。ちょっとやっていきましょうかね。はい、カットしまーす。ではですね、今回は、リを選ぶべきだということで、カンナちゃんに投票したいと思います。もうここはもう無心でやるしかない。もう本当に誰もいなくなってほしくないんだけどね、本当はね。何回も言うけど、何回も言うけど、本当は誰にもいなくなってほしくないんだからね。カンナちゃんに入れます。はい。ありがとう、サラさん。なんでだ、なんで僕を選ばない。絶対にお前を許さないぞ、サラ。サラさん、最後にギュッとしてもらえませんか。あ、暖かいな。それじゃあ結果を発表します。鍵番はしのぎ刑事、賢者はバーガーバーグ九太郎、身代わりは絵心なおでした。そうですか。これが、サラさんの答えなんですね。ナオさん。不思議ですね。さっきまで、怖くて止まらなかった震えが、決まった瞬間から、なくなってるんです。みんなを、裏切らずに済んで、よかった。なお、猫ちゃん、あなたと出会えてよかったです。それは私の方だ。なおがいなければ私は。ありがとう、なお。あっちで先生に会えるでしょうか。完成させたかったな。それでは、処刑の時間です。待って。サラさんには、これを。これって。
これは即死スイッチです。長く苦しませたくなければ押すしかありません。始まります。死にたくない！押さないで！待って！押さないで！まだ死にたくない！わかった。もう押さない。なおは生き絶えた。先生、ごめんなさい。先生にあげるプレゼント、まだ書き切れてなくて。大丈夫です。これからは。たくさん時間がありますから。はい。押せなかった。ボタンを。死にたくないと。最後までナオさんは、押せるわけがない。私はまた、守れなかった。また、死んでしまった。次は、カンナさんです。待って！もうやめて！お願い、ハンナキ！動くなぜよ。それはカシューさんの。ガンナに近づいたら撃つぜよ。無駄です。カンナさんの処刑は変わりません。なんでだ。お前さんはカシューやホエミーとは違うじゃねえか。あんな辛そうな顔で処刑やらされて、こんなこと、本当は望んでねえんだろう！わかってませんね。私は、ずっと皆さんの敵ですよ。近づきましたよ。うわあ！拳銃は、カシンと音を立てた。空っぽでしたね。くそー！もう、いいんです。ありがとう。皆さん。ありがとう。サラさん、カンナ、ソウさんをよろしくお願いします。みんなで仲良く。首輪装置、人間フラワー作動します。首輪からあなたの体内に人間フラワーの種がまかれました。やめて、ハンナキ！一体何を！安心してください。ナオさんのように苦しみはしません。体内に根を張られ、心地よい痺れを感じながら、美しく死んでいく。さあ、発芽しますよ。
カンナは、息絶えた。これが、選ばれた者の最後です。死体は花が枯れぬ限り、いつまでも綺麗な状態で保たれます。必要だった。私はリを選んでしまった。最低の選択をしてしまった。私は。殺してやる。くだらない。全部くだらない。フロアマスターも、サラも、無双無双のどいつもこいつも、カンナを殺したお前ら全員、僕が殺してやる。そうだ。まずはサラに、ソウさんは、どこだろう。ぼんやりした頭で探していた。ナオさんも、カンナも、救えなかった。知らない。もう、そんな現実は見たくない。とりあえず、ソウさんを探そう。嫌な予感。ソウさん闇落ちしましたな、これ、絶対。ああ。行く場所同じだよ、これ。何かに導かれるように足が向かう。予感のような何かが私を呼んでいる。画面が光っている。なんだろう。私は、ぼーっと画面を覗いた。あ。よー、サラ。ジョー君が出てくるのは変わらないんだね。え？また、何の冗談だ。見知った顔がそこにある。いつも学校で顔を合わせていた親友の顔。ジョー、ありえない。また幻影だ。私はついに壊れてしまったんだ。だってジョーの人工知能なんかあるはずが。でも今の私にはそんなことどうでもいい。ジョーなのか？おう、元気だったか？人殺しの、サラさん。え？わかっていた、はずだ。幻影、これは私が作り出した。偽りの情。待ってよ。私は。返事をしちゃ、ダメだ。聞かせてくれよ。
今度は誰を殺したんだ？違う！私は殺してなんか！無視しなきゃ。投票したんだろ？生き残るために、自分より弱い奴を犠牲にした。違う、違うんだ、ジョー！だって、こいつは、ジョーじゃない！サラ、お前変わっちまったな。息が苦しい。殺される。幻影に。今度はどんな言い訳をするんだ、サラ。お前はジョーじゃない！お前はジョーなんかじゃない！出てこないでよ！お願いだから！もういい加減！許してよ！そりゃねえよ、サラ。俺がどんだけ苦しんだか、知ってるだろ。もう一回見せてやるよ。地獄の光景。思い出したくない。ジョーの最後。大丈夫か、サラ。刑事さん。よかった、サラ。なんともねえんだな。私は。君は瓦礫の部屋で気を失っていたんだ。あの映像の前でな。やっぱりあれは。ジョー兄ちゃんの人工知能なのかな？誰かの悪意で組み立てられた、偽物のジョー君だよ。サラちゃん、あいつの言うことを気にしちゃダメだ。何を言ってるんだろう。刑事さん。ジョーって誰ですか？君が死ね、第二章終わり。最終章へ続く。絶望すぎるだろう。やってくれたな。そうか。カンナちゃんが生き残ってソウ君が死ぬエンドがやっぱり正規ルートなのか。あんなに希望を持って前に進む姿を見れるってなんかすごいいいルートに来てるなと思ってたんですけど、いやこれもう一個のルートやばいんじゃないか、逆に絶望のどん底に落ちるんじゃないかと思ってたら、いやあ、ジョー君のこと忘れちゃったよ、サラちゃんが。ああ、私までおかしくなっちゃいそうだよ。なるほど。これはだいぶ変わるね。最終章、これ、どうなるの？え？これしかもさ、アリスさん生存ルートもあるわけじゃん。これどうなるの？これ勝者の間行く？あ、行かないんだね。勝者の間にも行かない。なるほど。ってことで、じゃあ今回はこれで終わりにして、次回からアリスさん生存ルートをね、ちょっと見ていけたらなと思います。そっちはね、変わってるところだけ抜粋してやっていく感じにしようと思うので、レコさん生存ルートの方で見た会話と同じようなものがあったら、そこはカットしてサクサク進んでいこうかなと思いますので、よろしくお願いします。ということで、また
次回、お会いしましょう。いやー、1回目に行けたのがあのルートで私よかった。おつぴよです。